お疲れ様です。ニオです。今日はですね、ランドクルーザー80のですね、今取り付けてある自光式プレートのね、厚いものから薄いものにね、交換していこうという作業になります。で、交換するのはですね、こういうペラペラね、薄いやつにね、交換していこうかなと思います。はい、それに際してのですね、今届いたんで、これをですね、卓上チェックでちゃんと光るかどうか確認をすることと、リアのね、ナンバー灯のあたりからの、ね、取り出しの加工をね、していこうかなと思います。はい、ではね、そんな感じで作業を開始したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではね、卓上チェックね、していきましょう。はい、ではね、チェックします。はい、ではね、チェックします。はい、無駄なくね、いい感じに光ってるかなと思います。こんな感じでね。はい、無駄なくね、いい感じに光ってるかなと思います。こんな感じでね。はい、いい感じですね。はい、
で、これではね、それではこれで、チェックね、しばらくこのまま通電しておいて、問題がなければね、あの、取り付けの準備にかかろうと思いますが、ちょっとね、端子の加工等をね、していこうと思います。はい。はい、とりあえずですね、ここからはね、あのパーツをね、外していく作業になります。
はい、これからですね、台座の加工に入りたいと思います。今ね、左手に持ってる紙テープはですね、この電線のですね、プラス側をですね、印をつけようと思ってね、持っています。はい、で今マジックをね、取り出しまして、プラスのマークをつけました。で、これからですね、今端子をね、コネクターからね、端子を抜いて電線をね、外しやすくしているところですね。はい、でもちろんですね、これもプラス側をマーキングね、コネクターの方にはしてあります。はい、今ですね、電線をあらかたね、まっすぐに伸ばしまして、今左手に持ってたゴムのキャップですね、このグロメットをね、抜きたいんですね。で、この後ですね、熱収縮チューブをね、入れないといけないんで、どうしてもね、これを取りたいということで、これからね、シリコンスプレーをかけて滑りを良くしてね、抜いていこうと思います。はい、無事にね、抜けたみたいですね。はい、はい、今現在ですね、被覆をね、カッターナイフで剥いて、そこにですね、自光式プレートの電線をね、接続してハンダをして熱収縮チューブで仕上げるところでございます。
はい、こんな感じで出来上がりました。はい、そうしたらですね、この本体の方をね固定していきましょう。で、それとですね、こちらの配線を出すね穴開けていきます。はい、コネクターもね戻しました。どうしようかな、これで開けてっちゃうか。仕方ないね。はい、こんな感じで穴をね開けました。で、脱脂してテープか、これ使っていきます。
この液はですね、無水エタノールです。はい、ではね、取り付けていきます。
はい、お疲れ様でした。無事ですね、ランクル80の自公式プレートをね、交換し終わりました。で、こちらがね、外してきたものなんですが、フロントはね、これを使ってます。やっぱし、ちゃんとしっかりしたものなんで、これのがいいかなと思って、フロントはこのままにしています。で、リアのみですね、この厚みのせいで、バックゲートをね、開けるとですね、バンパーにぶつかっちゃうんで、オフセット用の上に上げるブラケットの台座をつけるか、薄型に変えるかってことだったんで、はい、今回薄型にね、リアのみ交換しました。これでね、安心してね、扉を開けれるようになりました。はい、そんな感じでね、今日の作業は以上となります。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。